この動画では排便について2回に分けて勉強していきます。排泄介助は介護現場では日常的に行う重要なケアの一つだと思います。今回は排便をテーマに日頃のケアについて考えていきましょう。はじめに排便の役割についてです。排便は排泄の一種です。排泄は人が生きていくためにできたいらないものを体の外に出す生理現象のことを言います。排泄は便だけではなく、その他にも肺から二酸化炭素を出す呼吸、腎臓などの泌尿器系による排尿や発汗、不感蒸泄などがあります。不感蒸泄とは日常生活において自然に水分が体から出ていく現象のことです。例えば吐く息に水分が含まれて排出されたり、皮膚や気道の粘膜から水分が蒸発したりすることを言います。その中でも排便は食べ物から栄養や水分を胃や大腸で吸収し、残った不要物を体の外に出す生理現象です。次に排便の仕組みについて押さえていきましょう。まず口で咀嚼した食べ物は食道を通って胃へ行きます。胃では胆汁などの消化液で食べ物を分解しドロドロの状態にします。次に小腸では消化された食べ物の水分のうちのほとんどが吸収されます。だいたい15時間程度で大腸まで運ばれ、24時間から72時間、1日から3日で排出されます。そして腸で水分が吸収されて固形になった便はすぐに体の外へ出るわけではなく、腸の最後に位置する S 状結腸でしばらく止まります。 S 状結腸で排便を促す刺激になるのは食事、便量の増加などです。特に食事は大きな刺激になり、蠕動運動という腸の活動につながります。これはだいたい1日に 1、2回起きます。この蠕動に便の重さによる刺激が加わり、便は直腸に向けて押し込まれます。そのため食事後に排泄誘導することが効果的なケアの一つになります。次に便自体の観察についてヨーピオ先生に解説をいただこうと思います。どうも、万年ひよこ石のヨーピオ先生です。はい、今回はですね、まず排便が出たらですね、何をするかというと便の観察ですね。観察をしましょう。便そのものを観察することでその人の、体の状態みたいなものを把握することができるので、重要な情報として見ていきましょう。便を見るポイントは正常や形と、あと色ですね。この3点を確認していきましょう。便の形や正常はブリストルスケールという指標を用いて、世界共通の指標ですね、これを用いて、行っていくことが多いです。ブリストルスケールは便の正常を7つの段階に分けて表記します。覚え方のポイントとしては水分が多いと数字が上がると覚えておくといいんじゃないかなと思います。腸の運動が悪い時や腸炎など炎症して水分の吸収が不十分な時には便が柔らかくなってしまって番号が大きくなっていきます。一方で腸の中に長く停滞したりですね、水分量が足りないなどの理由で便が硬くなってコロコロした便や硬い便が出てくると、数字が小さい方の便が出てきます。他にもですね、直腸に狭窄があったりとか、大腸の中間地点に、例えば大腸がんのような障害物がある場合には便が細くなったりすることがあるので、そういった点も注意してチェックしてもらえるといいなと思います。もう一つしっかり観察してほしいポイントに色があります。うんこって一般的には茶色っぽい色になると思うんですけども、あれは肝臓から出る胆汁というものの色の影響で茶色くなります。茶色から黄色っぽい感じの色が一般的な色なんですけども、例えば少し赤っぽい色をしているとか血がついているような場合ですね、このような場合には例えば痔があるとか、もうちょっと腸の上の方にですね、出血の原因として大腸がんがあったりとか、虚血性腸炎という腸炎を起こしている時なんかがありますので、血が出てるっていうのは一つ見てほしいポイントになります。もう一つ注意してみてほしい色に黒があります。黒い便が出てる時は胃からですね、血が出てることが多いです。胃潰瘍を起こしていたり胃炎を起こして血が出てる時に、うんこの色が黒っぽくなります。その2つが代表的な色の変化なんですけども、他にやや緑っぽいなとかちょっと白っぽいかなみたいな時があると思うんですけども、そういう時の多くはですね、食べ物とか飲み物の影響を受けていることが非常に多いです。
ただ数日ですね、 2,3 日やっぱずっと繰り返しているというような場合には、まあ、例えば感染を起こしているとか、何か、肝臓とかそういった違う臓器に病気があるケースもありますので、続く場合には医師に伝えたり看護師さんに伝えるようにしてみてください。以上、ヨピオでした。ピオ、終わりに、今回は排便に関する基礎的なお話でした。次回の動画では実際に高齢者に起こりうる排便に関するよくある症状についてお伝えいたします。この動画が役に立ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。